はい、皆さんこんにちは。今回私が言及させていただきたいことは何に関してかというと、これからですね、今週も金曜日にですね、モンゴルに行ってきます。その後台湾に行くということで、これに関しては、初めて行く国々です。モンゴルと台湾、台湾が 100% 独立国じゃないっていう方もいますけど、確かに 100% 独立してるかどうかっていうのは微妙なところなんですけど、ただ台湾の人々、台湾は独立宣言しますし、台湾の人々はもうほぼ全てが独立国だと思ってます。そして国連からは、外されたもののね、三十数カ国が、台湾を、独立国として認めているので、私は独立国、そして自分は独立を支持しているので、ね、独立国だと思ってます。なのでモンゴルと台湾ということは2カ国行ってくるわけですけど、これに関しても、向こうから戻ってきた後にですね、こちらでアップさせていただきたいと思います。モンゴルということで何の航空会社で行こうかというと、ミアットモンゴル航空です。ミアットモンゴル航空、これは初めて利用する航空会社なんですけど、正直モンゴルの航空会社ということであんまりね、信用はしてません。ちょっとね、怖いかなって感じがするんですけどね。でも飛行機で事故で、墜落事故で亡くなるっていうのも、車の事故でね、起こるよりもよっぽど低いですからね。その時はしょうがないかなと思うしかないです。飛行時間は確か4時間30分ぐらい。そんなに遠くはないので、そのくらいで行けると思います。ミアットモンゴル航空で到着して、その後、ツーリストキャンプってあります。そこが、移動式の住居。モンゴルといえば、遊牧民ずっとしてきたわけですけど、遊牧生活をしてきた人々です。その中で、ゲルっていうのがあります。これは移動式の住居、ゲルというんですけど、そのゲルに宿泊いたします。そしてその翌日、到着した翌日に、乗馬を、ね、楽しみます。草原の中3時間は、乗馬をするわけですけど、やはり、モンゴルというのはモンゴル帝国、チンギスハンとか有名ですよね。世界にこう歯を唱えた、ところです。騎馬民族です。なので乗馬、馬に乗ることが上手い人が多いです。これは日本人にもそうですよね。日本人もやっぱり馬に乗る、これは全世界の他のところもそうなのかもしれないけどね。だから馬に乗って、そういった3時間ぐらいね、乗馬をするわけですけど、そこら辺も楽しみで、乗馬で落馬して、怪我を負わないように気をつけないといけないですけどね。で、その後、モンゴル人の家庭を訪問して、その後ですね、ツーリストキャンプからウランバートルに戻って、ウランバートルの市内を観光しようと思ってます。モンゴルという国に関しては、いろいろとね、皆さん、チンギスハンとかモンゴル帝国が有名ですよね、元の時代。あの時代に歯を唱えたわけですけど、すごく日本人にとっても有名です。朝青龍なんかもいると思います。で結構ね、まず川とか湖がないので、魚とかじゃなくてですね、肉を食うことが多いです。羊とか、いわゆる豚とかありますよ。そういったところを連れてって食べて、で、そういった生活をしていたわけです。なので、丸焼きにしたりして、結構原始的な料理だったりするわけですけど、なので結構ね、みんなこう、でかいです。朝青龍ってすごいですよね。あんな感じの人々が結構多くてですね。で、気象も荒々しいらしいです。もともと遊牧民の生活してましたから、ちょっとやっぱりそこら辺のところがね、荒々しい、野生的な人々が多いようです。なので、例えば朝鮮の人とか、中国のね、漢民族なんかを見ていただいても、ちょっとね、日本の感覚とずれてるところってあると思うんですけど、そういったところと同じように、やっぱりちょっと日本とは違うっていうところあります。そういったところもね、ちょっと見ていこうと思ってるんですけど、で、その後、一旦日本に帰ってきて、バニラ航空ってなります。バニラ航空、これはもともとエアアジアジャパンとして5年ぐらい前に設立されたんですけど、途中でね、今から3年ぐらい前にアナが 100%、株式を買ってですね、100% の、アナの子会社になってます。このバニラ航空 に乗って、台湾に行ってきます。台湾に関しては2週間です。通常であれば台湾っていうのは3、4日で回る人が多いと思うんですけど、私の場合は、台湾を一周していろんな調査をするために行ってきますので、2週間必要だと思って2週間取りました。なので楽しみなんですけどね、どこから入るかというと、台湾の北側に台北です。台北から入って東海岸、花蓮ってあるんですよね。台東ってあります。この2都市を行って、その後、高雄に行って、高雄はすごくいいところなので、高雄をちょっと長居したいんですけどね。で、台南、で、台中、で、台北また戻ろうと思ってるんですけど、約2週間です。調査目的、主な調査目的、調査するものに関してはいっぱいあるわけですけど、主なものに関しては、日本統治時代の痕跡を追うということで、日本統治時代、これは1895年、日清戦争終わった後から、終戦まで60年ほどね、
日本は台湾を統治しました。その時代に日本政府がインフラを整えたりしたわけです。ダムであるとか学校を建てたりとかですね、道路とかそういったものが未だに残ってますので、その調査、それを実際写真で撮影して映像でも撮影してきます。そして、日本人が、まあ、台湾の人から尊敬されている人って結構いるわけですけど、そういったところもね、いっぱいありますので、直接現地に訪れてそれを撮影してきます。映像に関してはこちらでね、帰国後、まあ、アップさせていただきたいと思います。で、まあ、もしかしたらね、まあ、しばらくとりあえずこちらのね、動画チャンネルで動画アップすることができません。約1ヶ月ぐらいアップできないかもしれないんですけど、皆さん心配しないでください。そしてコメント等をいただいてもね、やっぱりちょっと海外からなのでなかなか返すことができないので、帰国後のコメント返しになりますことをご了承いただきたいと思います。今回行く国って特に危険な国ではないです。まあ、モンゴルが若干ね、やっぱりその荒々しい人々が多いということで少し危険なんですけどね、まあ、ただ私からすればその大したものではないと思ってます。それよりもその後に行く、11月以降に行く中東アフリカであるとか、もしくは中南米の方がよっぽど危ないと思ってます。まあ、こういった国々に潜入する際単身に行きますので、まあ、覚悟は決めてます。もし死ぬことがあればそこまでの人生だったというふうにね、受け止めでしかないと思ってます。これは人っていうのは必ず亡くなります。これはいつ亡くなるかなんて分かりませんよね。で、明治維新の時っていうのはやっぱり、国の、ね、ために20代の若者が多くが命を投げ捨てたわけです。もしくは戦争中もそうです。だからその中で、多くの人々が短命であったわけです。なので私自身もね、30代半ばになりますけど、まあ、いつ死んでもまあいいかなって正直思ってます。ここはね、そこで例えば潜入調査する上で亡くなってしまった場合、万が一ね、事故であるとかテロにね、テロの被害に遭ってしまう、そういった場合は本当にしょうがないと思ってます。なので皆さんね、ぜひそこは、私の自己責任でもありますけど、ご納得いただければと思います。とにかく、まあ、今回は無事に戻ってくる、地震は、99% あります。事故がない限りはね、なので、そこだけはご安心いただければと思います。まあ、これからも、こういった動画に関してはね、発信してくるというか、これから調査していろんなところをまだまだアップしてきますのでね、皆さんぜひとも楽しみにしていただければと思います。なかなか現地で行って撮影してきた動画アップされている方ってそこまでいないと思います。まあ確かにいますけどね。ただ私は今世界61カ国行って、このあと40カ国は行くので、ね、世界各地をこれだけアップしてるっていうのは、正直私以外はそこまでいないかなって感じがするんですけど、これからもね、皆さんに有意義な動画を、発信していきたいと思いますし、皆さんが海外を回る上で、危ない目に遭わないためにね、発信もさせていただきたいと思います。ぜひともチャンネル登録されてない方はチャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。